皆さんこんにちは、武田塾の川野です。山美です。今回は、受験生向けではなくて、この武田塾チャンネルを見てる、教育関係の方に向けた動画になります。なので、受験生はねこの動画飛ばしてもらって大丈夫なので、ぜひこれを見てる大人の方々、ぜひ引き続き見てほしいなと思います。各予備校の先生方がね、このチャンネルを見てくださってるということで、そうなんですよね、ありがたいですよね。はい、武田塾で、正社員の方をちょっと募集してるんですけども、武田塾ですね、今全国400校舎以上ありまして、もう北海道から沖縄の離島まで、しっかり校舎ありますので、もう全国ね、武田塾で働きたいという方はぜひね、下の概要欄見ていただきたいと思うんですけど、鹿野先生はね、武田塾で実際に働いてみて、なんかどうですか？じゃあ忖度なしで言っちゃっていいですか？めちゃくちゃいい会社です。それはそう言うよね。大学時代から塾講師だったりとか、家庭教師とかね、やったりとか、この業界で経験はあるんですが、比較してみると本当にいいところだなと思うのがあって、嬉しいです。この仕事してる限りは、絶対に自分が見た子たちを受からせたい、それを一番実現できる場がこの武田塾だなというふうに感じるんですよね。逆転合格とか合格をね、どんどん出していきたいなと思ってるんですけど、これができるのが本当まず武田塾で選んで一番良かったなっていう思うところです ね、ですね。授業だと一人一人見れないから、一対一で最後までサポートできる、でかつ一番効率のいい勉強法が提供できるっていうのは最大のメリットだと思うんで、皆さん今こう教育業界でちょっと一人一人見えてないなとかって思った先生絶対いると思うんですよ。そういう人はもう武田塾でぜひ本当一人一人面と向かってね、もう人生変えてあげてほしいなと僕は強く思います。そうなんですよ、大人数に対してやっぱ授業したりしてる時って、どうしても本当一部にだけ合格させられたりとかってあったんですけど、自分が見切れなかった子たち、この子たちは合格できなかったっていうのを聞くのが本当に辛くて、こういうことしてあげたらよかったなっていう結構悔しい思いしてたんですね。今は本当にできる限りのサポートしていけるっていうところがあるの、勉強の管理だったりとかメンタルのサポートだったりもできるっていうところでいいなと思ってますね。もう一つすごいいいなって思ってるところがあるんですよ。施設講習とかそういう営業を武田塾はしなくていいんですよ。夏季講習とか冬季講習って普通のね塾だったらめちゃくちゃ受験生取らせるじゃないですか。で特にね冬季講習とか直前講習って不安な受験生のにね、なんかこうつけ込んでこう営業するみたいなのが本当に良くないと思ってて、だそんなに大事なことだったらもっと早くから教えてあげればいいじゃないですか。それを本当直前になってねやるっていうのが好きじゃなくて、もう絶対に自分の信念曲げてまだしたくなかったんで、そういうのしなかったんですけど、だけどそもそもそういうのしないと、必要なことはもうその場その場でどんどん伝えていくんで、そんなことしなくていいっていうのがあるんで、これはね本当にいいんじゃないかなと思いますね。そうそう、いっぱいね生徒に取らせて、お金を使わせた先生が評価されるみたいな、いやー良くないですね。それ良くないですよね。生徒のことを思って生徒を受からせる、ここに力を注げるのがやっぱりいいんじゃないかなと思いますね。武田塾、いい塾なんで一人一人生徒サポートもできます。最後まで面倒見れます。本当に熱い教育熱持った方、他の塾予備校の方もねたくさん転職いただいてるんで、ぜひね概要欄に、採用リンク載せておきますので、そちらから、お申し込みの方お待ちしてます。一緒に頑張っていきましょう。今回は以上です。武田塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。